お送りしてます。ちょっとまだアーティストの方が到着してなかったので、今順番を入れ替えたらちょっと急に不具合が起きたんで、ちょっと少しだけ僕がこの後に話そうと思ってたことをじゃあ話させてください。ですね、プラネットロックっていう政治団体を立ち上げて、実際具体的にどういうことをプラネットロックがやったかというと、放射線量を計測しました。それをマップにまとめたのを政治活動を通して先月ぐらいから配り始めたんですが、ホットスポットファインダーっていう割と高い150万円ぐらいする機械をお借りして、でそれで空間線量を測って、この松戸駅周辺も分かりました。それプラス、土壌を採取して、市民測定所ってところに出したんですね。で、これは松戸駅のチラシなんですが、松戸駅の近くも西口公園、柿の木台公園、松戸運動公園、それから松戸中央公園という あっちにある公園を4カ所測りました。で、大体1つの、公園につき土壌計測10ポイントぐらいして、ここに載ってるのは6ポイントから8ポイントなんですが、そういうことをしました。で、これどういうことが皆さんにお伝えしたかったかというと、ですね、空間線量は目安にならないんですよってことをお伝えしたかったんです。今松戸市でも一生懸命いろんな、行政の方もやってくれてます。環境省のガイドラインに沿ってこのぐらいのエリアだと、地表から1メートルの地点で 0.23 マイクロシーベルトパーアワー以上のところは除染してくれます。で、公園なんかは50センチ、砂場は5センチなんですが、この基準でも例えば神奈川県とかもっと向こうの方だと、おそらくそんな高い宣言が、そんなに見つからないと思うんで、多分この基準でもひょっとしたら安心できるかもしれませんけど、統括地方っていうのは福島よりは汚染はされてないんですが、関東の中では特別に汚染されてるんです。10倍ぐらいって言われてます。なのでこの今の基準、1メートルの地点で 0.23 マイクロシーベルトパーアワーを基準にすると、下に高い線量があるところがあっても見つからない可能性があるんですよ。で、このチラシをもしもらった人は見てほしいんですが、実際松戸中央公園のテニスコート裏でも2万ベクレルってものが見つかりました。で、8000ベクレルを超えるとこれを管理しなきゃいけないレベルなんで、本当にもし僕がこれ拾ってしまうと、それ自分で処分場が見つかるまで管理しなきゃいけないような、そんなその辺にあっちゃいけないもんなんですね。なのにその地点を例えば1メートルの地点で測ると、空間線で測ると 0.23 メートル超えないんですよ。これどういうことかっていうと、下にこの松戸市みたいに環境によって場所によってそういう線量が高いところがもしあったとしても、1メートルの地点で測ったんじゃそこ見つけられないんですよ。ちょっと下来て、見つけられないんですよ。なのでそれをちょっと今軽い実験みたいなことをしてちょっと見せたいんですが、ここに宣言があります。買ってきた。で、これガイガーカウンターってやつなんですが、バチ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 って音がするんですね。で、この音がしてるときには、このガイガーミラー管っていうのに放射線が入ってるときにそういう音がするんですが、まずこの直接違う音聞こえます。これ離すとどうなるかっていうと、もうここの時点でこんなんなんです。1メートルってとこのぐらいですよね。放射能って今人間倒せないんです、殺せないんです。できることって離れることなわけなんですね。ここの高さだとこんだけ放射線を浴びてしまうものが、この高さに来るとこういうことなんですよ。で、一応環境省のガイドラインに松戸市も沿ってるんですが、1メートルより上のところでこうやって線量が高ければ除染してくれるんですが、例えば子供とか、ね、ペットなんか飼ってる人なんて1メートル下にすっぽり入ってるじゃないですか。彼らが浴びる放射線については配慮がなされてないんです。これは誰が悪いのか分かりません。どういう理由かは理由があるでしょうけど、されてないのが事実なんですよ。で、やっぱりこういうことを統括地区っていうのは起こり得るんです。今の環境省のガイドラインでを目安にして除染をしてたら、本当はそういう1メートルの中にすっぽり入っちゃう子どもたちが被爆をしてしまうような宣言が下にあっても見つけられないんですよ。だから僕は土壌を測ってほしいんです。
土壌を測って除染の有無を判断してほしいんです。なぜかっていうと、そういう場所だから、統括エリアっていうのは。でこれはもっと言うと、あの統括エリアっていうのは、あの時に被爆をした、あの放射能汚染されてしまった被害者かもしれません、今は。けどもこのままきちんとそういう被害と向き合ったりとか、そこからできることとかを、もし俺たちが模索しないで、このまま仕方がないっていう言葉でやり過ごして、この前も鹿児島の仙台原発再稼働同意しましたよね、知事が。そうやって爆発したら制御もできない、暴走したら収束すらできない、ああいう発電所のエネルギーに頼りながら生きて、この社会を仕方がないっていう言葉で、こういうやらなければいけないことも目をつぶって、仕方がないっていう言葉で僕らこのまま未来に向かっていったら、多分僕ら将来的に未来の子供に対して加害者になると思います。俺はその共犯になるのが嫌だし、恥ずかしいです。仕方がないより恥ずかしいのが上回っちゃうんです。だからできることやりたいんです、本当に。でこの統括、さっき言ったみたいに可能性があると思います。こうやってちゃんときちんと向き合って、土壌を測ったり、どこにどういうマイクロホットスポットがあるのかってことをちゃんと測って、そこに対してできることをやったら、多分これはモデルケースだと思います。きちっとこれぐらいの放射能が降った時に、こういうふうに松尾氏はやってったぞと、松尾氏はこうやって子供を安心して暮らせる環境を市民も行政も協力して作ったぞっていう、もしモデルケースになれば、次どこかで事故が起こるかも分かりません。今福島第一原発の1号機の、ね、カバーを外してますから、そのこちらに放射能が降ってくるリスクだって、地震とかそういうことのものの他にも飛んでくるリスクってのはあるわけです。茨城県の、ね、東海第二だってひょっとしたら再稼働するかもしれません。そうなった時に、それでもし放射能が降った時に、あの時に僕ら何を学んだろうってことを僕は言いたいんですよ。知事が責任を問われなかったことを学んだんですかね。あんだけ福島の県民健康調査で30万人の子どもたちを検査して100人も甲状腺がんが出たのに、あれはスクリーニング効果だとか、この前の事故の影響とは考えにくいっていうことが通っちゃうと、例えば要素剤の備蓄なんかも、安定要素剤の備蓄なんかも松尾氏はしてないんですが、そういうことも許されるってことを僕ら学んだんですかね。僕違うと思うんですよ。多分あの原発が事故を起こしたら、放射能が自分の町に吸ったら、誰にも責任が取れないってことを学んだんだと思うんです。だからこそやっぱりできることを探していかなきゃいけないし、その可能性がこの統括にはあって、可能性があるってことは責任もあると思います。だから僕は未来の加害者になりたくないし、そこにちょっとでもそういう可能性があることを気づいてる俺が、そこをもし何かできることがあるのに、そこに目をつぶって、仕方がないよ、俺ミュージシャンだもん、仕方がないよ、俺一市民だもんっていうだけで諦めてしまったら、多分俺はずっと自分の心の中に、あの時ひょっとしたら議会に出れば、あの時もっと声を上げれば、あの時もっと家族に言ってれば、あの時もっと仲間に言ってればっていう後悔をしたくないんです。だからやっぱり今ミュージシャンっていう立場、一市民っていう立場じゃできない政治的に実現したいことがこの町にあって、そしてそれが可能性がある、できる可能性がある、可能性があるってことは責任もあると思います。だからこそ僕は脱カスタマーと脱被爆を訴えて、松尾市議会議員選挙に立候補したっていうことを言いたかったんですが、ご理解分かっていただけましたかね。あれですよね、この間市役所もお邪魔したんですけど、はい、やっぱりいろんな情報が、市役所の方も錯綜してて、あまりお持ちにならってない場合もありますもんね。そうですね、実は僕らフェイスブックとかではちょっと可視化してるんですが、10月の22日から1号機の建屋のカバーが外される作業が始まったんですよ。これ1年ぐらい続くんですが、ってことはまた、ね、飛散してくる可能性があるんですよ。でそのリスクが一応あるわけだし、実際この前、原発の事故でこの町に放射能降ったわけですから、知恵ってもの、あの事故で僕ら何を学んだったのっていうことを、この自治体にもやっぱり模索してほしいんで、どんな想定がされてます
どんなことを考えてくれてますっていうことを聞きに行ったら、まあ、最初はですね、公害に指定されてないから、放射能の被害のことに関しては、まあ、自治体に責任はないっていうふうに、まあ、おっしゃったんです。環境省にね、はい、公害法っていうのがあって、これが公害ですよっていう取り決めがあるんです。そこで放射性物質の被害は除外されていると。もともとそうなんです、除外されていたんです。実際にはところが2年前に実はこの放射性物質を、公害物質として除外するっていうものが除外されたんです。つまり公害物質として認定されたんですよ、2年前に。それご存知なかったのか、まあ、ちょっと認識が違ったのかもしれないですけど、まあそれを分かったんでもう一回行きました。でもそれはそうですよ、だって違う、実際だって認定されてるんですから。だからこれは自治体でも何か想定だったりとかそういう対策を考えておかなきゃいけないんじゃないですかって聞いたら、今度は、実際それぶら下がりっていうらしいんですけど、関連法案、それを国が実際じゃ自治体でどうやる、県でどうやる、市でどうやるっていう細かい法律がまだ決まってないんだと。2年間経っても、つまり2年間経っても機能してないんです。多分これ松戸市に限ったことじゃないと思います。機能してないんです実際。本当はですね、関連法案ぶる下がりっていうのは決めなくてもいいんです。あ、そうなんですね。各自治体の市長さんが前例を作ってやってもいい範囲でやり始めたことが他の前例になって、関連法案ぶる下がりを作らなくても動けるんです。だからもうすでに動いてるところもあります。松本市であるとか。あ、そうですね、安全要素材とか備蓄してますよね。そうなんで、まあ世の中的には言い訳まあ、そうですね。だからやっちゃいけないってことじゃないです、これをやりなさいってことが決まってないだけなんですよ、簡単に。そういうことですよね。そういうことです。だつまりこれ、ひょっとしたらそういう意識がある人が議会に行って、ひょっとしたら議会でそういうことが話されて条例だった、要項だったりってことができたら、ひょっとしたら松戸市が独自のそういう、関連法案的なものが作ることも可能なわけじゃないですか。可能です、もちろん可能です、条例も可能です。だからやっぱり、まあ、できてないって言われたんで、まあ、一応どういうことがじゃあ、計画として、防災計画として松戸市では、やられてるのかなってことを調べてみたんですが、まああれですね、具体的なことはあんまり書いてなかったです。で、結局やっぱ、書いちゃうと対処しなきゃいけないんでしょうね。そこにはもちろん予算もつけなきゃいけないし、だから多分これ別に市役所とかその人たちの、ね、各部署の人たちの責任ではないと思います。やっぱりそこに関心がなければ、議会にもそういうものが訴えられないし、議会でそういうことを話し合われることもないと思うんですよ。で、自分は、まあ、なんでこんなデリっていう名前で立候補してるかっていうと、実は若い人たちに投票してほしいんです。で、今松戸市に限ったことじゃなくて、やっぱ若い人たちが本当関係ある、被爆の問題もそうです、原発の問題もそうです、集団的自衛権も、秘密保護法案出そうと思います。若いやつら全然関係ないわけない。俺たちがひょっとしたらこれからずっと向き合っていかなきゃいけないような問題の指針が決められてるんですよね、今僕らの代表になって。だけど僕ら投票にも行ってないし、政治に関心持ててないし、いいんですかね、それで決められていいんですか。後で大人たちのせいにするんですかね、俺たちは。今日どうだったんですかね、新宿区長選挙。あ、今日やってるはずなんですけど。いや、まだ結果出てないでしょ。だっていや投票率、投票率どうなんですかね。 25% ぐらいだったらしいですね。前回 25% ぐらいしか投票率がないんですよ。20代に限って言えば 11% です、前回。まあ、結構高齢者の方っていうのは投票割と行くんで、やっぱ30代20代って本当投票行ってないんだよね。で、やっぱね、若者のことを政治がやってくれない、政治が若者の方向いてないって言うかもしれないけど、多分ね、それね、若者が政治の方向いてないからかもしれないよって俺は思うんです。まずそもそも若いやつらが政治に関心持ったり、社会のこととかにちょっとでも関心を持つようになったら、多分同じ人でも、同じ自民党の人でも、同じ民主党の人でも、多分やってくることは変わると思うし、この話もそうです。本当はやるべきことかもしれない、放射能のことも、松戸市だったら汚染されてなんかやるべきことかもしれないけど、市民のそういう関心がそこにあったりとか、実際で誰が悪いとかじゃなく、自分たちでできること、できないことは行政にやってもらおう、行政に一緒になってやろうってことを言い出す市民がいれば変わると俺は思うんですよ、やっぱり。だからそういう意味で
僕がデリっていう名前で選挙に出ること、プラネットロックっていう政治団体を立ち上げることで、若い人たち、今まで政治に関心持てなかった、社会の問題とかに、まあ、考えるような時間がなかったっていう人に、ちょっとでもいいんです、1日24時間ありますから、5分10分でもいい、寝る前でもいい、友達と飯食ってる時の、ね、会話が空いた時でもいい、そういう時にちょっと原発どう思うとか、こうしたの気にしてる、うちの町はこんなことしてるやつがいるよ、この前駅でデリってやつがああいう風に話してたよ、そういうことを話してもらうことがそういうきっかけになればいいなと思ったんです。なんか俺は本当、もう選挙が始まってるんで、本当は俺に一歩入れてほしいです、本当はね。だけどもっとやってほしいのは投票行ってほしいんです。自分の町のことをきちんと考えてみてほしいんです、判断してほしいんです。僕が持ってるのは正解かどうか分かんないです。だからやっぱりなんていうんですかね、普通にこれが僕本名三木幸人っていうんですか、三木幸人っていう名前で出るより、デリーっていう名前出た方が、なんか松戸の市議会議員選挙変なやついるらしいよとか、なんかラッパーのくせにあの選挙出たらしいよっていうところからの取っかかりでもいいんで、でちょっと今日はこんな簡単な説明もしようかなと思うんですけど、僕ね市議会議員選挙行ったことないんです、今まで。すいません、市長選とか県知事選とか国会議員の選挙は行ったことあるんですけど、市議会議員選挙自分興味なかったです、今まで。4年前の市議会議員選挙行かなかったです。まあ60人も出ちゃうからね。そう、誰選んでいいか分かんないから、うん、まあだからって行かなくていいってわけじゃないんだけど、そんな行ったことない俺でもまあこうやって何か出しゃばってきて、こういうところに出しゃばってきて、この町のこと一緒にやりませんかっていう風になんなきゃいけないぐらい、俺はこの町の状況、この国の状況がどうなのと思うんですよ。俺みたいな人間が出てきて、こうやってしゃしゃり出てきてやんなきゃいけないぐらいどうなのっていう状況だと思うから、みんなも一緒に考えてほしいし、俺は考え始めたよってことをみんなにお知らせしたいんです。で、投票行ったことない人、この中にも恥ずかしいから言えないかもしれないけど、いると思うんですよ。で、その人たちに耳寄りの情報があります。耳寄りですね。耳寄りの情報があります。かなり耳寄りです。なんと16日が投開票日って言われてるから、16日しかみんな選挙行けないと思ってる人いるでしょ。恥ずかしがらなくていいですよ。結構多いはずです、はい。まあ、自分は逆に期日前投票っていうのしか行ったことないんですが、実は明日から期日前投票っつって、16日どうしても忙しくて行けないっていう人が行けるんです、選挙に投票行けるんです。で、それやってるところはこんな松戸市の中でこんだけあって、小金井市長、大英新松戸店、すごいとこでやってんね、まばし集会所、松戸市役所、もちろんね、アトレ松戸、総合福祉会館、それから小金原市民センター、はい、それから、これは時は市民センター、時は平、時は平市民センターね、失礼しました、抜けてますね、はい、平、あとむつみ師匠、はい、とクリーンセンターでやるんですか、東部クリーンセンターで、クリーンセンターでやるのね、はい、で今日、昨日ですね、自分の、家にも届いたんですが、はがき、はい、ご名刺だ、はがき届いた、はがき届いてました、持ってきたんです、あれあれまさかなくしたあったとかこういうはがきが届くんですよ。で、これを持ってその師匠、今言った師匠に行くと、なんと明日から15日までの間でも8時ぐらいまでやってるはずですよね、夕方の5分ぐらいで終わります。本当に選挙めんどくさいと思ってるでしょ。そんなことないですよ、結構楽です。だから、自分がまず、これをきっかけに選挙に興味を持った、デリっていう候補者に興味を持った、どっちでもいいです、お願いですから選挙行ってください。本当に松戸市民の方、今チャンスだと思うんですよ、自分の意思を表明する。俺はこういうやつの言ってることにちょっと同意したい、こういうやつにちょっと街のことを考えてもらいたいっていうやつに、自分のそういう一票を入れるチャンスだと思うんで、仮にこのハガキがもし家に届いてない、見つからないっていう人でも、これ多分おそらくなくて大丈夫、免許証、はい、身分が証明できれば、今言ったようなところで投票することができるんです。案外ね、僕東京の渋谷区に住所があるんですけど、はい、渋谷区とかは身分証明書なくても投票できますね。それまずくないですか。分かんないけど言い張ったら投票できますね。違うの、ね、電話番号とか住所とか聞かれて空で答えられると投票させてくれちゃうんだよね、渋谷はね。渋谷はね、だから松戸もそんなに、細かいこと言わないと思うんですよ。なんでぜひね、ちょっとだけでいいんで、本当実は期日前投票の方が楽っす、すぐ終わります、10分15分で終わるんで、
ぜひね、あの投票にね行ってください。あの本当に若者の白票でもいいとか言っちゃいけないんだけど、行くだけでも投票率が上がるだけでもかなり変わります。市政だけじゃなくて、これ松戸の市議会議員選挙で、例えば若者の投票が 5% ずつ上がったとかいうのがあると国政にまで影響が出ます。結構嫌がらせに近いです。なんでぜひですね、あの特に20代30代の人行ってほしいですね。そうですね、あの本当若い人たちが投票行くだけで、たとえその自分が推した人があの通って何か自分たちの思いをしてくれなかったとしても、やっぱり今同じ自民党にしても何しても、多分あれ若いやつが投票行き出したってだけで、若いやつのこと、そういうこれからのことにちゃんと向き合い始めると思います。それにやっぱりなんていうんですかね、投票率がこんなに低いのってやっぱよく考えるとやっぱ恥ずかしくないですか。はい、というか成り立つのかなと思って、どこまで下がったらみんな問題だって言い出すんだろうと思って。50% 以下でもまあ決まっちゃってますからね、いろんなことが。でもう今 20% 東京なんて 20% 切ろうとしてるわけですよ。 25% っていうのが前回ですから、確実に毎回下がってってるんで、どうなんだろうってちょっと見物客っぽく見ちゃってるんですけど、まあだから投票行くだけが、まあそういう自分がの目の前の世界に対してなんかコミットできる、関われるチャンスはないと思うんですが、やっぱり無関心なことってすごい寂しいことで、やっぱ愛があれば無関心になれないと思うんで、やっぱこうね、あの候補者が嫌いだとか、あのやり方が好きだとか嫌いだってことを表明するだけでも、やっぱり自分の目の前の世界に対して、自分の未来に対して自分は関心を持ってるっていう自分自身の確認をするタイミングでもあるし、チャンスだと思うんで、ぜひ投票に、行ってほしいです。よろしくお願いします。あとね、投票所がね8時から8時の予定なんですけども、8時から20時まで空いてる予定なんですけども、場所によっては6時に閉まるところもあるらしいんで。あ、そうなんですね。ちょっと調べてみてください。じゃあちょっと、アーティストが他にも来てるんで、そのアーティストの準備ができれば、ちょっと DJ タッキーのクラブプレイで楽しんでいってください。まだまだ続いております。